取り上げますのがこちらですね。二月の東京はですね、春先生の上下巻の上下巻はい,はいこちらのコミックスになるんですけれども、こちらがですね、まあなんと MBS のドラマ「シャワー枠」でドラマ化するんですよねで結構その一報が出たのがちょっと前なんですけれども6月15日から随時第1話が配信されていくということですのでとても楽しみにしておりました、うん、出演される俳優さんがですね1人目が、えー、櫻井祐樹さんですね 劇団エグザイルのあのメンバーの方で、あの l. D. H. の所属の方なので。うんうん、例えば、その美しいからに出てた八木優生さんとか。はい。あと、マちえる魔に出てた町田啓太さんとか。と同じこう,う、うん、l. D. H. の所属のね、人ですね。期待値高まります。ね期待値高まりますね。もう一人のメインキャストの方が、高松アロハさん。それは、あのー、超特急のメンバーの方で。ね、超特急だったらなんか。 あの港障子とかもねまたいろいろ出てますけれどもうん、うん、またねそう期待値が高まる感じの役者さんになっておりますはい2、はい、二人出演作って他だとどんな感じの出られてるんですかねうん、うん、そうですね高松さんはあのま仮面ライダーのとかソロ<ー>と出てたりですねで桜井さんの方は結構あの 恋愛リアリティショーとかにも出ていたりして、うんうん、はい。あとまあフジテレビの女神あテミスの教室かとかね出てますね。うんうん、はい。私個人的にあの高松さんの顔が好きだったので、<お>こうこのねニュースが出た時にうわーって思いました。お<ー> <laughs> テンション上がりますね。<laughs> テンション上がりましたよ。ともう結構その見た感じこうビジュアルのね再現度も高いなって私は感じたので、こうなんか顔顔が 合ってる感じしますのです、ね、すごい楽ししみにしてまこちらのまずその4月の東京はのあらすじの方をお話ししていきたいと思うんですけれども。はい、で、えっと、新入社員としてアメリカからなんと日本に帰ってきたこれはセメですねセメのカズマさんが会社でなんと、ね、中学校時代のクラスメイトで今はその広告代理店でデザイナーとして活躍してる蓮、まあ、さん受けですね。 と再会するでもその中学校3年生の時にまあちょっとある事情でね、うん、別れて以来なんと10年ぶりの再会ということでねー再会系です,よ、ねですね、そうそのなんで別れたかっていうとその親友で初恋の人でなんと初めて一線を越えたね<ー>相手だったっていうそうとの運命の再会でそうやっぱり相変わらずね綺麗 でこうすごい強さがあってやっぱりなあのやっぱりなって <laughs> やっぱりその好きだなっていう気持ちがね溢れてくるんですけど、うん、でもやっぱり受けの蓮さんがなぜかこう不自然なくらいにねその当時の話題を避けてうん,、うん、なんかちょっと距離を置くじゃないけれどもそうクラスメイトとしてこう以前のような感じで振る舞ってた。でもそれがなぜ 振る舞いになったのかっていうところまでがこの上巻のね見どころだなって思います、はい、そうですねなんか結構その初恋っていうことだったりこうねその再会してこうまたその気持ちを思い出したりっていう感じで結構こうなんだろう明るい系なのかなっていうふうに最初は思っていたんですけれどもこう中身を読むとね結構まあなんか 暗いシリアスなシーンとかもあったりして、うん、これがどういう風にこうドラマになっていくのかっていうのがすごい。楽しみですね。ね<ー>、はい、私ちょっといいですか。はい、個人的にそう気になってるのが、あ、はい、の2人がこう。再会した後に飲みに行って、うん、受けの。そのれんさんがめちゃめちゃ伝染するんですよね。で、そこから解放してるうちに。 ちょっと受けの方がやけくそじゃないですけれどもこうなっちゃってまああれなんですよねまた再会した後に一線をまあ超えるか超えないかみたいな感じのそうまた関係になるっていうところがあってそこがねこうドラマでどこまでね深掘りされるのか割とそういうそ,うそこのシーンが結構キーになるっていうか。 転換期だと思うので、うん、そういうところとかね。その恋愛の揺れ動きみたいなのをめちゃめちゃ注目してます。うんはい、私、うん、すごくその心情とかがこう。うん、バーンとこう出るシーンが多かったりま、そこからこうね。あの体の関係を思ってっていうシーンも あったりして、それがどんな風にね、うん、ドラマではなっていくのかっていうところがやっぱ気になりますよね。うん、そうですそうです。で私個人的に気になるのは、そのこれ上下が上がって結構展開がめちゃめちゃドラマチックなんですよ。うん、そうすごくこう改裝、まあ、シーンがあったり、こういろいろ舞台が入れ替わったりっていう形でかなりこうまあさっきもその感情が高ぶるシーンが結構多いっていうふうに言ったと思うんですけど、まあ、それに伴ってこういろんなエピソードがあるので。 そそれがその今までのこのドラマシャワー枠の感じだとまあ割と場数が少なめじゃないですか,、うん、かその中でこうどこ,どこがこうどういうふうにあの表現されるのかっていうのは個人的にちょっと注目して見ていきたいなっていうところですね。お<ー>、うん、そうですよね結構上下感なんですけど、うん、割とこう中身のボリュームがねそうですねすごいからそうそう分厚いですねちょっと。そう結構分分厚厚いです、ねうん、分厚めですすねだから ね下巻の最後まで行くのか、はい、行かないのか,いのか、うん、続編も踏まえて描写されるのかっていうのは結構ね,ね,は結構ね気になりますよね、うん、そうですねいやどうなるんでしょうどうなるかはい、はい、っていうのが原作のね絵の楽しみですねあとは今の時点だと三十秒予告が出てるんですかね、はい、出てますねはいうんうん、うん なんかね、あれなんですよバックハグうん、そうありますバックハグがやったー、嬉しいーあとね、なんかこう床に床丼するシーンとかね床丼あったりしてねうんうんうんね、もう特にこうちょっと暗がりのところでね光がまあこう、なんていうの月の光だけ差し込んできてそこから後ろからねこうやってやる感じね ちょっと怪しい感じしますよね,うすねここ演出面も結構期待できるところがありそうですいや本当にめちゃめちゃ楽しみですはいはいねあと何か言うことありますかねなんかあったかな <laughs> あ、一旦カットで一旦カットで <laughs> あったかなあと何かあったかな <laughs> うん。主題歌あ,あ、あれ、あれの話ウス乗せたのあ,あと、あっという間あ、あっという間 うはいはい、あともう一つあのもう一人こうメ,イメインというかその、ね、注目したいキャストさんがあのて馬役の龍之介役の古川剛さん。うんうん これも「スーパードラゴン」っていうこれもあのちょっとキュートなジスターダストの,あのアイドルグループのメンバーの方なんですけれども<ー>、はい、このキャラがね多分あのいい仕事をしてくれるような感じがしますので、はいはい、予告にもちょこっと出ていますし、ね、この古川さんのね演技にも。 ぜひ注目していきたいなというふうに思います。はい。なんかね、こう原作だと結構、その攻めをたきつけるようなねセリフを言ったりだとか、振る舞いをするので、そうですね。マジよろしくお願いしますっていう感じですね。いすはい、あてうまがいる作品はいい作品ですよ。<laughs> いい作品ですよ。あてうま輝くと作品も輝けますから。はい。 こちらがですねあのー、6月の15日から随時こう MBS の方から順番に始まっていくんですけれどもうん、うん、あの見逃し配信でね TVer の方でも、まあ、多分1週間とか限定とかではいやってると思うのでもしこ折り当たりできないっていう人も TVer の方で一緒に追っていきちるちるではこういったね4月の東京はをはじめとする、まあ、実写 BL に関する記事もたくさん紹介されているので、ま良、あ、かったらぜひ概要欄にリンク貼っておくので見てください。はい、ということで、今回は4月の東京は応援ご紹介しました。せーの<あ>バイチル。